はい。ということで、まあ、今回は、インフィニットストラトスについて、話をね、していけたらいいかなと思います。で、この IST っていうのは、まあ、昔ね、高校生の頃かな、まあ、見てて、まあ、ラノベ時代のね、まあ、キングって感じで、まあ、作者が、なんかお金ありすぎてね、まあ、2期も作ってもらったんだけど、2期の展開が、まあ、テンプレすぎて、まあ、叩かれたんで、まあ、そういう経緯がある作品ではあるんですけど、まあ、いじきらね、もうめちゃんこ素晴らしくて、まあ、オーバーラップ文庫が、まあ、一番ね、あの、勢いがあった時期かなと思いますね。まあ、オーバーラップ文庫、ここ、なんか途中で確か、変わった気もするんだけど、まあまあ、それはさておき、あの、やっぱりね、ロボット系統と美少女の組み合わせが、なんかね、機械装甲みたいな、装甲が、あの、まとって、なんだっけ、君の、ま、対象が集って、しかも、女しか使えないけど、主人公だけはなぜか男でも、その武装を使えるみたいな。まあ、定番のね、テンプレのくてくてって感じなんだけど、まあ、当時はそのアクションと、その、それぞれのね、キャラの良さで、まあ、ギフティアっていう、まあ、10名やったというか、へぇ、よかったなぁという作品で、まあ、自分はね、まっすぐたちゃんのが好きなんですけど、まあ、中国ね、キャラなんですけどね。まあ、他もいろいろ、オリコットとか、ナウラ・ボーデビッシュとかね、ホーフツとか、シカスさんのやつがメインだったかな。あと、なんだっけ、そんなもん言ってたよね。で、途中でまあ、加入してくるやつとかね、言ってたりとかもしたんだけど、まあ、やっぱり、本当に、面白いんですよね。そのドタバタラブコメが。プラス、まあ、もう気わからない敵言われてきるから、その敵を倒すっていうので、まあ、面白さのバランスが取れてた感じですね。なんて言ってもね、エンディングがね、走って、まあ、スーパーストリームっていう曲なんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。たまたまその曲久しぶりに見たかな。ああ、まあ、これ話しますかって感じで今、まあ、動画撮ってるんですけど、まあ、IS 見て、見た人で、まあ、嫌いなやつ多分ね、ほぼほぼいないんですよね。その時期にハマったら、まあ、IS ファンになっちゃいますよ、絶対ね。まあ、今見てもなんか、本当に、普通のテンプレじゃんみたいな思うかもしれないけど、まあ、逆にね、テンプレがもう、あ、ね、時期なんかって時期というか、こういうアニメが、ね、一番流行ってた時期なんて、全然 OK なんですよね。まあ、そんな感じかな。まあ、2期はそんなおっせんやできないけど、1期はまあ、見る価値ありって感じで、ぜひね、見てない人見てたりとか、見たりとか、まあ、見てた人はぜひね、こんなエピソードありましたよとかね、コメントいただければいいかなと思います。需要はなんか、更衣室になんか潜り込んじゃうみたいな、そういう系のことしか覚えてなくて、まあ、結局1話のインパクトがやっぱ強かったね。1話の枠図が覚えてるので。ってことで、まあ、IS のお話でした。バイバーイ。